今回ご紹介するのは銚子電気鉄道銚子電気鉄道線の西足利島駅です。西足利島駅は千葉県銚子市足利島町にあり、1970年昭和45年3月1日に開業しました。当駅は周辺住民の要望により開業した銚子電気鉄道線で一番新しい駅です。駅周辺は住宅地とキャベツ畑が点在しています。当駅は単式ホーム一面一線の地上駅で無人駅です。清涼飲料の自動販売機があり、トイレはありません。小規模ですが、東屋的な待合室があります。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。